はい、今回は、新初段シリーズ、で、中村すみれ初段対、国家が、7段との、対局を紹介したいと思います。はい、この白番の国家家さんは台湾の、棋士で、モデルも やられていましてね、はい、台湾のトップ女流プロですね。はい。はい、で手合いは定戦で、はい、打たれました。はい、今回ワールドゴーチャンピオンシップの女流の枠でね、日本に来られまして、はい、その時に合わせて緊急でね、はい、お願いしたっていう感じですね。はい、そうですね。この構えは、AI が打つ構えなんですよね。はい。はい。まあ、ここまでは普通な感じですね。はい。うん、ここから跳ねてから、もうすぐ、このようなコウが始まりましたね。うん、こうやらないで、まあ、先にこっち打つのもあるかなと、はい、思いました。はい、実戦はこうやって、こうが始まり、うん、跳ねてね、まあ、力強い手でしょうかね。はい。うん、まあ、跳ねたんですよね。まあ、意外とこういう手もあるかなと思いましたね。ここ、切りが見えてますんで。例えばですけど、押したら、そうですね、一回切ってもいいですかね。はい。うん、こうとか、まあ、つけるとか、はい。こうやってさばくような筋もあるかなと思いました。実戦はこのようにやって、はい、動き出しましたね。まあ、ここはまあ言っていって難しいところでもあるかもしれないですけど、はい、うん、上で頑張りましたね。はい、まあ、これですとね、将来こうやって例えばこういう手とかもまだ残ってますね。こうのこうにする手、はい、まあ、まだ白は決めたくはないですね。ちょっと切りの味もあるのでね。はい。うん。まあ、ここでこう切っていきまして、例えば取ると、こう渡るというかね、例えばこうやると、こういうのでもね、結構黒は十分、まあ、こういうような進行になりますか。まあ一応あるかなとは思ったんですけどね。まあこれが白嫌ならこうやってこういう分かれでも、まあこれもねちょっと黒白も辛いのでね、うん、切る選択肢もあるかなと思ったんですが、力強く、はい、動きに行きましたね。うん、これはねどこまで読んでるかっていう読み勝負になりましたね、急に。はい。そうですね、つないこうやりましてね、つなぎでね、もうここで勝負が決まりそうな、はい、ところみたいな感じなんですけどね。うん、一見これで黒が困ったように見えたんですけど、こうやってね、うん、柔軟にさばきましたね、ここはね。はい。うん。はい。こう抜きまして。うん、このまま彼は黒悪くなさそうですね。はい、熱くなって。うん、ここは、見事な攻防でしたね。持ち時間は10分の30秒なので、ね、すごい早碁なので。
すごくいい決断でだったと思いますね。まあ、すぐに攻めないで、とりあえずこっち打ちましたね。そうですね、まあ、飛ぶかなと思ったんですけど、もしかしたらこう受けないで、この碁でもこっち打つかもしれませんね。こっちとか、こっち打つかもしれませんね、白はね。例えばこういう手にはこうやって。こう打たれると意外と黒も空振りかもしれませんので。こっちに打って。まあ、狙ってるのはこっちなんですよね。そうですね、最近では書けなくて、こうやってもすぐに押し切っちゃうような手も見られますね。まあ、当てが嫌で伸びたらこう飛ぶという進行で。まあ、例えば、まあ、こっち来たら、まあ、叩きが気持ちいいですからね。実戦、まあ、出られないよりは、いいかなということですね。まあ、こっちもあったかなと思いますね。続けて押すと。3投ですね。こういうのもあったかなと思うんですけど、実戦はかけましたね。ここ継がずに、こう飛んで。これ狙いの手ですね。まあ、白もこうやる手が、素朴でいい手なんですね。気づかなかったんですけど、まあ、一応下がりが先手なので、一応こっちの石は助かっているということですね。ここで繋いだんですけどね、まあ、こっちやると思いましたね。こっちの方が良かったんじゃないでしょうかね、やっぱり。まあ、継ぐのか、まあ、繋いだらこう取ってって。こっち、白ありますからね、ちょっと援軍にしたいですよね。実戦は、まあ、一応繋いでくれたので、こうなって。ここで、こっちを捨ててね、もうこっちに、攻撃を定めましたね。まあ、ここはもうめちゃくちゃ熱いのでね、この手とかでも、もっと思いっきりこういうような打ち方もあったんじゃないかなと思いましたね。まあ、この手は、若干地でもいけるような手を見てますよね。まあ、ここら辺なんですけどね。思い切ってね、先なんかこっち打ったらどうでしたかね。まあ、気合はこっち打つしかないんですけど、まあ、こっちで打ってこの白を取りに行くと。まあ、黒もね、ちょっと傷があるんでね、取れるかわかんないくて、ちょっと自信なかったかもしれませんね。まあ、実戦はこうやって、それからでもいけるかなと思ったんですけどね。ここで何かもう少し追求したかったですね。わかんないですが。なんかできなかったでしょうかね。こすんだりして。ちょっと、まあ、いけないと見たんですよね、黒はね。まあ、これを利かして、で、実戦はこうですか。
この手もすごいですね。ちょっと打てない手ですね。気づかない手ですね。そうですね。まあ、この手は先ほどの、コウを一応消した手ですね。このように収まられてしまうとね、少し、物足りなかったかなと、ちょっと思うんですけどね。あと、ここ囲った手ではどうだったでしょうかね。こっち打ってたら冷たいんですけどね。この囲う手は、よほど形勢に自信がないと打てない手ですので、ちょっと見てるときは、これじゃ足りないかなと思いましたね。ここに詰めて、打って、まあ、これでもちょっとね、自信がなかったのかもしれませんけど、ツケとか打たれたりしてね。でもこっちのがちょっと脈があったんじゃないかなと思うんですけどね。こうやるか、こう抑え込むかとか。まあ、実戦はこうやって、ちょっと囲ったんですよね。これだとここも利かされてしまったんでね。ちょっと、まあ、抜きとかは打っておきたかった気もしますけど。まあ、利かないと見たんですかね。こっちとか打たれてしまって。まあ、利かないと見たのかもしれませんね。ここ、痛いですね。ここ、先手で打たれたのは。そうですね。こうなってしまってはちょっと、コミが出すのが大変かなと、コミじゃなくて、まあ、線でもね、ちょっと大変かなと思いましたね。まあ、定戦なんで、もうちょっと打とうかなっていう気になるんですけど、でもちょっと、定戦でも足りない形勢だったと思います。ここの攻めがね、もう少し何か、思い切っていきたかったような気がしましたね。まあ、ただ、ここの中盤までの攻防はすごく、見事で、さすがの攻防でしたね。まあ、今までの、記念対局の中でも、なかなか、一番いい碁だったと、かなと、ちょっと個人的には思いますね。まあ残念でしたが、ただね、この相手の方も、なかなか日本の女流のプロでもね、あんまり勝てない人ですからね、相当強い方なんでね、すごく、頑張ったんじゃないでしょうかね。じゃあ、この碁はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。